Daily Life of the After the Night Duty Rider。こんにちは、夜勤明けライダーと名乗る者です。突然ですけれども、ツイッターとか見てるとですね、バイクに乗っている人たちがナンシーおじさんとかイクラちゃんとかですね、いろいろとマウントを取ってくるおじさんをネタにした投稿があるっていうのをたまに見かけますよね。ナンシーおじさんとかイクラちゃんがどういう人かっていう説明はここでは省きますけれども、ここまでひどい人普通いないだろうって思われる方もいるかもしれませんけれども、結論から言うとですね、いるんです。まあ滅多に遭遇することはありませんけれどもね。僕は一応20年ほどバイクに乗っているんですけれども、ネタにできるほどひどいマウントを取られた経験はですね、これまでに3回だけあるんですね。だいたい6、7年に1回の割合で遭遇する計算ですね。ちょっとした些細なマウントくらいだったらね、笑って済ませて、もうどのくらいあったか覚えてないんですけれども、その3人の、なんていうんですかね、そのマウンターだけは未だにちょっと忘れられないんですね。今日はですね、そのネタにできるほどひどかったマウントおじさん3人の実態と、そこから学んだマウントおじさんのかわし方を紹介していこうと思います。1人目のマウントおじさん、ナンシーおじさん。僕が普通自動二輪免許を取って最初に買ったバイクがホンダのシャドウ400クラシックだったんですけれども、とにかく400とは思えない迫力満点の車格でね、コンビニとか道の駅に乗りつけるとですね、結構注目されて、一度ですね、小さい男の子が目を輝かせながら親御さんと一緒にですね、話しかけてきてくれたりしたことがありまして、まああれは嬉しかったですね。まあ当時はその自分の若さも手伝って意気揚々と乗っていたわけなんですけれども、基本的にね、バイクのことで話しかけてきてくれる人ってみんないい人ばっかりで、このバイク何 cc って聞かれても全然嫌な気にはなりませんでしたね。っていうかですね、見ず知らずの他人同士の会話の取っかかりとしては、このバイク何 cc ってごく自然な質問だと思うんですよね。そこから話が膨らんでいって盛り上がっていくっていうのが会話としては自然な流れだと思うんですけれども、どうやら今はごく一部の人のせいで何 cc って質問するのがタブーみたいになっちゃってますよね。ちょっと悲しいもんですね。シャドウに乗り始めて1年経つか経たないくらいだったかな、出会ってしまったんですね、俗に言われているマウントおじさんに。兄ちゃんすげえバイク乗ってるね、これ何 cc あんの？ 400？ こんな大きいのに400しかないの？このデカさで400しかなかったら全然走らないんじゃないの？あ、そう？まあいいんだけどね。でもさ、どうせ乗るんなら大型にしなよ。大型に、大型の方が絶対いいからね。ところでさ、大型免許は持ってんのかな？あ、そういうことね。中免しかないから400乗ってんでしょ。あのね、俺若い頃ね、一発試験何回も何回も挑戦してやっとの思いで大型免許取ったからね。まあ君も頑張りなよ。ちょっとふざけないでよ。お相手しましょう。何の？そこ。あったー。うわー。あったー。何するの？撃つべし。撃つべし。いや、もう大型二輪免許が一発試験じゃないと取れない時代はとっくに終わってたんですけどね。まあ確か60代くらいの人で、多分バイクを降りてる感じの人でしたね。当時はそういうマウントおじさんの存在を僕は知らなかったもんですから、正直に受け答えしてたのがまずかったんじゃないかなと思いましてね。それからは変なオーラをまとっているなーっていう感じのおじさんに、何 cc って聞かれたら7半ですって嘘を言うようになっちゃいましたね。当時シャドウには 750cc のラインナップもありましたからね。変なオーラのおじさんには下手に 1000cc ですとかっていうよりも、7半ですって言えば目を輝かせて喜ぶんですね。まあ嘘はね、いけませんよ。いけないことなんですけれども、とりあえず7半って言っとけば喜ぶもんですから、まあその相手を喜ばせるためにつく嘘ってそんなに悪いことじゃないと思うんですよね。もちろん変なオーラをまとっていない人には見栄を張らずに正直に400ですって答えていましたからね。相手によって対応を変えていくっていうのが、マウントおじさんを対処する上でも、社会で世渡りをしていく上でも必要なスキルなんじゃないかなと、その時に学びましたね。2人目のマウントおじさん、人のカスタムにケチをつけるおじさん。僕は今乗っているバイク以外にもグラストラッカービッグボーイにも乗っているんですけれども、まあ自分好みにカスタムしているんですね。でそれに乗ってるとですね、時々若い人からですね、かっこいいですねなんて声かけてもらえたりするんですけれども、確か一回川崎乗りのいかついお兄さんに、このカスタム渋いっすね、いいっすねなんて言われて、むっちゃくちゃ嬉しかったことがありますけれども、確か3年くらい前にですね、出会ってしまったんですね、俗に言われているマウントおじさんに。お、兄ちゃんこのバイクはあれだね、カスタムしてるんだね。元は何？ SR？ グラストラッカー？聞いたことないね。俺はてっきり SR のバッタモンかと思ったよ。ほら、中華製の安いやつがあるじゃない、125でさ。なんだ、知らないの？まあいいけどさ。俺は昔カスタム SR に乗ってたよ。それとね、ヘッドライト防弾型にして、
もっと高くしなきゃ、高くする方法を知ってるってさ、あげない。いや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 、初対面の人間に普通ここまで言うか、作り話だろうって思いますよね。断言します。3年くらい前に見ず知らずのおじさんに実際に言われたことなんです。まあ細かい一字一句までは合っていないと思いますけれども、この内容のことをこのニュアンスで言われたっていうのはまごうことなき事実ですからね。もうね、その場にいるだけで不快な気持ちになるだけだったんで、まだ相手が話してる途中でしたけど、黙ってエンジンかけてその場を立ち去りましたね。まあ本当に立ちの悪いマウントおじさんには関わらないのが一番ですね。本当に自分ではどうしようもない場面に遭遇したら逃げるが勝ちだと思います。もし逃げても追いかけてくるようなら周りに助けを求めるか、まあ、最悪おまわりさんを呼んでもいいんじゃないかなと思います。3人目のマウントおじさん、全てにケチをつける最強のイクラちゃん。確か去年だったかな、今乗っているトライアンフのストリートカップでとあるバイク用品店に行った時のことですね。その用品店の駐輪場で若いおしゃれなお兄さんに年配のおじさんが絡んでいたんですけれども、確かお兄さんのバイクは流行のレベル250だったと思いますね。これチェーン緩んじゃってるよ、ちゃんと貼り直さないとダメじゃない。わかるよ、俺ぐらいになるとさ、触らなくたって見ただけでわかるんだよ。ちょっとちょっと、トライアンフじゃないこれ。お兄さんいいバイク乗ってるね、いくらしたのこれ。いやいや給料とかじゃなくてさ、いくらしたのこれ。なんだよ、ちょっと隠さなくたっていいじゃない、金持ってんでしょどうせ。え、俺はね、この川崎のすげえバイク、これね、ヤフオクで10万くらいで買ったんだけどさ、全然動かなくってフルレストアに300万くらいかかっちゃってさ、いやー参ったよ。え、そうかな。でも君のバイクも高そうだけどね。お、このマフラーの焼き色はチタンだね。お、チェーンはこれ国産と違って右側についているんだね。差をつけてくれちゃって。ペダルとかレバーも全部アルミで高級感あるね。だけどこのバイクはさ、高級感を楽しむためのバイクであって乗るためのバイクじゃないよね。こんなバイクに乗っててさ、楽しいの？トライアンフはね、もともと好きで、このバイクは一目惚れで思わず衝動買いしたバイクなわけなんですけれども、このバイクならもう誰からもマウントを取られることはないだろうなみたいな横島な気持ちもまあ少しはあったんですよね。ところがですね、この顛末ですよ、もうマウント取ってくる人っていうのはね、相手が何であれマウント取ってくるっていうことが分かって、もう3人目だから慣れていたっていうのもあって、相手がマウントを取りたいんだったらもうこの際だから思いっきり取らせてやろうと思ってですね、その後延々と続くお父さんのよく分からないうちくにひたすら相槌を打ってですね、すごい、もっと教えてくださいよとかなんとか言って完全に聞き手に徹することにしたんですね。でしばらくするとお父さんの熱も冷めちゃったみたいで、じゃあ俺はこの辺でみたいな感じで用品店の中に入っていったんですね。で根は悪い人じゃなさそうだったんで、僕もついて行ってですね、店の中でおすすめのアイテムとかあったら教えてくださいよとか言って店内で軽くつきまとってみたんですね。そのお父さん結構迷惑そうな顔をしていましたけれども、まあ、あなたもレブルのお兄さんにしつこくつきまとっていたじゃないと思ってですね、つきまといの手を緩めなかったら最終的に店の外に逃げていきましたね。マウントおじさんに出会ったらですね、逆につきまとってみるっていうのも悪くないんじゃないかなと思いましたね。自分とは違う世代や価値観の人と関わるっていうのも大事なことだと思いますし、マウントおじさんも根っこの部分は悪い人じゃないと思うんですよね。自分がいいと思ったものを人に勧めるのって自然な行動だと思いますしね。ただですね、この手のおじさんに逆についていくっていうのは僕があの男だからできたことであって、女性の方は絶対に真似しないようにしてくださいね。まあ滅多なことはないと思いますけれども、もしかしたら危ない目に遭うかもしれませんね。まあマウントしてきてくれた3人のお父さんには僕は今では感謝していますね。こうやって動画のネタにすることができましたからね、ありがとうございます。ある程度原稿を書いてから撮影に臨んでるんですね。でまあ今回そのマウントおじさんによって溜まっていた鬱憤を吐き出す形で原稿を書く作業も今までの動画の中で一番はかどってですね、サクサク進みましたので、その3人のお父さんには非常に感謝しております。ということでですね、今回の動画はこれで終わりたいと思います。これからもバイクにまつわる動画を作っていきますので、高評価チャンネル登録していただけるとまた頑張ろうと気力が湧いてきますので、よろしくお願いいたします。一応ね、今年の夏までにはチャンネル登録者数1000人を目指して週1更新を目安に頑張っております。それではまたお会いしましょう。バイバイ。